朝ですね。ちょっと曇っておりますけどね。さてさて、今日は何をするかなと思う。だから、なんかすごいでしょ、あの梅の葉の茂りを。今年もう2回、3回ぐらい消毒しましたね。いい梅がなってくれるといいんですけどね。で、今日は何やるかというと、酢豚がまだちょっと残ってたり、なんかこういろいろ残ってて、メンチカツも煮込みますね。ほぼ後片付けは OK の状態まで、昨日の夜しちゃいましたね。はい、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 ってね。こういうのもね、片付けるのが結構大変ですよね。で、まあ、決まってるところにはポンポン入れてあげればいいでしょう。よいしょ。そんで、ちょっとだけこう汁が残ってますよね、汁がね、汁、汁を。こういうのはもう残しておいて、冬とかなんかね、普通に肉食いてえなーって時があるんで、そういう時は食べたりもしますけど、まあまあそんなに全部は食べないですよね。今日はね、ないの。お魚がないの。お魚がね、ちょっと昨日買い忘れてて。だから、肉汁を作って、なんか焼くか揚げるかだよね。どうしようか。まあ、まあ、定番を必ずやるっていうのが料理の常識ですね。家庭料理のいろはね。いろはにこへっとほほほほねえ、今の面白かったね。とほほほほいろはにほへとほほほほほほまあなんかもしかしたらこれ流行るかもしれないね。いろはにほへとにほほほほほー流行らねえな。パヤッパパヤッパパヤッパだよね。まずはスープ作り始めます。何のスープにするかっていうと、味噌スープですね。味噌スープ、これは作っていきましょう。味噌スープで、これだよ、これこれ、あ、これあるね。まあ新玉でスープだね。それと、これどうしようかな。あ、いかん、これ洗ってね。ああ、いかんってことはないよね。もう洗ってたら見てわかるもんね。あ、また飲んじゃったよ。やっぱじゃがいもは何でしょうか。あ、じゃがいもというとね、何でしょうかね。あ、大変だ。卵が、あ、まだあったね。卵まだ10個ありますね、あそこにね。冷蔵庫の中であれだよね。ロストインフリーズ、フリージングルームで、なんかこうあれだよね。わかんなくなるよね。ゆで卵しましょうね。ゆで卵。ゆで卵2個使おうか。ポテサラしましょう、ポテサラ。ポテサラ。豆腐があるね、豆腐ね。豆腐、買った方がなかったけど、あったよ、これ。安売りしてた。新玉と豆腐でやろうか。一丁ね。あと、煮しめ作ろうかね。煮しめ作って、じゃがいもでマッシュポテト。マッシュポテトはこれ、ゆで卵がいいからね。ゆで卵は言いますからね。ゆで卵は、ガラガラと、8分。で、ゆで卵が終わったところで、ゆで卵が一番いいね。
ゆで卵が終わったところで、マッシュポテトするし、ゆで卵と一緒に、大根をしたいでしょうか。そうすると、煮しめが作れますね。もうなんていうんですか、クリティカルパスを考えるのがね、料理は楽しいよね。まずは、しんたまねぎ。フレッシュでみずみずしいの。なんかちょっとあれだよね、AV に出てくる卑猥なおじさんみたいだよね。AV に出てこなくても卑猥なおじさんだよね。出てこいが出てこまいが卑猥だよね、おじさんはね、大体ね。やっぱ。俺もおじいちゃんの部分に入るからいいんだ。こうね、細くこうやって。ゆっくりね、これあんま慌てるとダメだよ。最後のところはね、うまく切れないからね、新玉はね。新玉は水を本当にいっぱい持ってきてくれてるからね、この水を大事に使うのが、大事ね。それでこうやったら今度こちらをこうね、ゆっくりとやっていくと、みじん切り。昔はこう切れ目入れたもんだけど、よく考えてみると、こう切ったところで関係ないんだよな。だからこうやってね、切ってって。問題は最後なのね。最後ここ、串の絵みたいになってるところね。串の絵。ここはね、こういうふうに切って。またこういうふうに切らないんだからね。そこからみじん切りが上手になってきましたね。で、俺沸騰する前に入れてるの好きなんだけどね。で、もう沸騰し始めましたね。やっぱ。新玉ねぎの美味しい水を持ってきてくれた。新玉ねぎが美味しい水を持ってきてくれた。やっぱ。ね、美味しそうだね。はい、そしたらこの人たちを、こっちの方に、さっとね、入れてあげましょう。だから料理するときになんていうの、水を大事にするっていうのをね、考えようよね。決して沸騰させすぎない。けども、こう、ある程度、ガラガラいかないと、ダメよねっていうね。やっぱだな。で、向こうはガラガラって、まあな、言ってきましたからね。もうちょい沸騰したところで卵が入りますでしょ。で、卵が入ったら一緒に、大根、レンコン、人参、春雨は入れねえべ。卵と一緒にね、煮ちゃうと下茹でになるでしょ。下茹でこんなに使っちゃうかな、ね。人参は大体こうだね。人参はね、いくら煮ても煮飛ばないからね。これはまあどっちがいいかってまた別なんだけどね。ちょっと大根を取られたんだよね。こんなもあればいいかな。これ嫌い。かつらむき苦手。いくらやってもうまくなんね。うちの子は綺麗に焼くなるんだね。それだけは上手。あと下手。そのなんかあんまりちょっとなんかセックスに関する話じゃないですよ。レーティングが一気に上がります。レーティングアップ。あ、玉ねぎ沸騰しちゃう。沸騰させないことね。コトコトといきましょう。コトコトとね。コトコトと。このぐらい切れるかな。ね、これ全部。ここは入れます。
で、こっちはこのなんていうのかね、もう絶妙な穴にやり取りっていうかね、玉崎はね、上手に煮ないと辛みが残ったりすることがある。新玉は美味しいよね。新玉、俺は旧玉だよ金玉おい、レーティング上がるよ、一気に。で、こっちにもうこれ入れてね、これはゆで卵にするけど、あとはもう、そのまんまね、煮上げていけばいいですよね。豆腐で、レンコンも切っとかなきゃ。レンコンも下でした方がいいです。煮しめに入りますけどね。けどもなんかこれサラダに入っても美味しいかもね。レンコンサラダ、レンコンサラダでしょうか。いつも煮しめだと面白くねえからな。じゃあレンコンのサラダにしよう。レンコンは煮しめじゃなくてサラダの方に入れます。レンコン、大根、人参はね、サラダに入っても美味しいですよね。このぐらい切って、このままここね、はい、OK ですね。オッケーベイビー、オッケーベイビー、大きいあなた、私を抱きしめて。なんかこの間の会話だったね。あれ、なんだっけ、何の会話だったっけ。大きいあなたっていうと、なんかレーティングを上げたくなっちゃうよね。大きい、大きいだけだったらなんかいいんだけどさ、大きくて硬い花だって言うともうダメだよね。ブーってあれ止められるよ。はい、シムシムシムそうなん。味噌汁の具がねえとかさ、よく言われることはあるけどさ、これって豆腐なくたっていいんだからね。まあ、味噌をただ水でこうやるだけで8分ね。はい、8分今手に入れましたね。で、これね、ほら入ったでしょ。それで、大体ね、どこの家でもこれ青いのがありますからね。あっちガラガラいってる。ちょっと弱火にしよう。はい、弱火、弱火。それでこれでね、ありましたね。このぐらいね、ほうれん草あれば、ほうれん草を入れちゃえば味噌汁ベリーグーッ。味噌汁のバリエーションっていろいろと作れるよね。そういえばね、味噌スープってのはもう本当に万能。醤油も味噌も万能。けど、まあそんなこと言ったら調味料ってのは大体万能だよね。なんか日本人だけがそんな偉いような言い方やめてくださいよ。はい、さようですね。言語も変わりましたからおい、で、何なんだこれ。命令に従います。何か、なんか炎上するぞ。炎上せいや。まあまあね、まあちょっと微妙な問題なんで、まあ多くの人が悲しませないように、まあ何も、何にしろ自業自得だって言ったらそのものズバリなんだけどさ、そんな我々平民っていうか普通の人に強い能力をも望んじゃダメだよね。よくまあ政治学者がね、民衆が悪いんだとかだ、自分が悪いんだって言うけどさ、我踊れだ、何時見たわずってやつだよね、これね。まあ、りゅうちゃん偉いよ。あ、うめえ、相当うめえぞ、今日の味噌汁。新玉ねぎが美味しい。
で、店入った後でガラッと行きますけど、その直前にね、ほうれん草入れましょう。そうするとね、青いのが。おひたしよりよっぽどいいよね、こっちの方がね。おひたし。おひたしよりよっぽどいいです。お久しぶりです。ガラガラ言ってますね。うん。オッケーオッケー。これ、みんなこう、おひたしくん、ガラガラ言ったら終わりだよ。味噌汁もね、ちょっとだけガラッと言った方がいい。ね。はい、終わり。ね、ここまでいいですね。それで、じゃがいもを。大きいあなた、小さい私を視界抱きしめて、オーマイダーリン。この後、俺知らないんですよ、あの曲。これをね、このまま蒸し焼きですね。それでマッシュポテトにしますんでね、いつものマッシュポテトにいきますからね。だんだん、それで味噌汁はもう OK ですから、この人はこれちょっと入らないね、置いておきましょう。味噌汁 OK でしょ。その次はこっち側で西目軍団が始まるところだね。もう4分経ちましたから、あと4分で卵、ああもうほらすげえ、もうスカッて入るようになりましたね。あんまり煮すぎるのもよろしくはないんでね。もうちょい煮たらおしまいですね。そしたら次の。煮しみはね、これにいなきゃいけないです、これね。ただ、ゆで卵を買ってからですからね。鶏をちょっと叩いて、切っておかないとね。鶏切る。鶏このまんま入れるとさ、アクが出るんだよね。アクが出るから、刻んであげましょうやーんってね、こうやってね。いくつかに刻んで、さっと湯がいてあげるっていうんだよね。油があんま強いとさ、煮しみがあんまうまくねえんだよね。うまくねえでや。わかるか、まさひくん。何その偉そうな人。まあいいだろう。こんにゃく買い忘れてたよ。次から次へと危機が迫りますの。このね、厚めの揚げ物の方はちょっと別に使うことにして、まずはこのガンモとね、ガンモの方ね、僕グググゲンモ懐かしいね。これはあれだよね、あの吉田美和さんが得意なんでね、僕よく覚えてますね。昔そういうふうに俺に話してくれたものじゃん。ラジオでだろ、おい。別にあんたのとこ来たわけじゃないでしょ、あの人は。なんだっけ、どんな曲だっけ。ドリームズカムツーツー。すごいベタな、お名前ですよね。おだりん、違うな。もうこれあげましょう。ゆで卵は後なんでね。それで、ここ、肉をやらなきゃいけないんで。レンコンはもっと最後までやっていいですね。レンコンが一番見えないですよね。
ですね。必ず水でさらしてあげましょう。大根の下枝は水でさらすって何かで聞いて、それからずっとこうしてますね。これ大根が美味しくね、いろんなものを吸い込むような味ですね。いろんなものを吸い込む大根、パヤパヤ、ね、大根が入りました。さっとこれ湯がいてあげようか、ね、さっと湯がいてあげよう。もう8分経ちました。はい、これも OK だね。はい、そしたらこちらね、これをちょっと入れてやります。これ最後に入れてやろうかな。あんまり最初から入れるとね、あんま美味しくないんで、ただちょっと湯がいてあげたいからね。こんなにいっぱい入れたくねえな。切ってから考えるね、そんなことな。まあ勘弁。はい、これ入りましたね。それで、はい、グーグーガンもちょっとお湯で洗いましたから、はい、これでね、みんな見始めますか。見始めますか、パヤッパー。レンコもいいかな。レンコもこれ生で食うことになるからね、こっから。ちょっとシャクシャク感があるね。レンコン、半分だけにしよう、半分だけ。これを、サラダに入れることにしよう。サラダね。サラダ。こちらはじゃあね、入れちゃおう。そっちにね。そっちに合流させよう。ちょっと面白みがあるように切ってあげてね。うん、こんなにいいんじゃないんですか。ね、この人はこっちね。よいしょ。よし。はい、そしたらゆで卵を、取ってあげて、これを入れますね。ガンガラ。はい。お煮しめスタートですね。だいたいこれ全部その鶏さんで味を整えたら出来上がりですからね。もうこれも随分ちゃんと煮えてるんで、だしと醤油でね、味決めて最後まで煮ようかな。どうしようかな。タケノコできたら煮しようかなと思ったけど、もうめんどくさいからもうやっちゃいましょう。はい、もうこんなでいいですね。やっぱこれはさっと水を通しましょう。アクをね、せっかく取るんだから。ね、もうこんなで中は全然生ね、大丈夫だけど。よいしょ。これこう上からね、上からこうやってこう投げ落とす、ダーンってね、こうやってダーンちょっとこう細かくなりますから、細かく割れるからね。殻を細かく割るってことは、その殻自身とその内側のものの間の摩擦係数を高くするわけですよね。
レンコンはさすがに生だとねちょっと難しいけどね。人参は生でいいですね、こうやって生でね。でこれをこうね、あと生でいいのはピーマンね。ピーマンも生でいいですね。ピーマン、根はピーマン、しょうがねえね。キュウリがあるからね、キュウリはねもうこれはそのまんまですね。でさっきこれにねガツンってやりましたから、そうするとこうペロンって取れるね。ほう、乙女の柔肌のようだ。ゆで卵むくたびそんなこと思ってた。お前ゆで卵屋さんどうなるんですか。まあなんでもいいけどね、こう殻が少しでも残ってるとあれだよね、バリ雑言が飛ぶよね、食べた時ね。あなた何やねんそんな待ってそんなこと言われませんけどね。ね、あ、ちょっとこれまだかな、もういいね、 OK ですね。マッシュポテト、マッシュポテト、これはおばあちゃんの形見ね。今日はポテト1個なんでね、もうみんなポテサラにしましょう。僕は皮もみんな食べるとかね、まあ嫌いな人は嫌いですけどね、当たり前だよ。でちょっとこうヒッて入れてあえて、ここであえてあえてやります。どういうことだ。ちょっと人参がさ生っぽいところがこうやってこの粗熱で一つになろうとするんですよ。ポテトサラダたちが一つになろうとしてるのに、あなたは何を言ってるんですこんなところで。いやどうせみんな食われちまうんだからいいじゃん茹で卵をねこうやってね入れてやって、茹で卵が入りました。やっぱうまい、うまい。これでねここでキュウリ入れちゃってさ、なんかあとで水っぽくなるのも嫌だよね。またそれもいい味だよね、うまそうじゃろ。もうこれがちょっとこう食卓にポツンと乗ってるだけで、あとクロワッチャンかなんかあるといいよね。クロワッチャン、ゲンさん、おいどうすんの、それ責任問題ですよねなんでろはい、じゃあキウイをね刻んじゃいましょうかね。端っこ取って半分ぐらい使っちゃおうかね、半分ぐらいよね、こう薄く切ってやって、最後の方は厚くなったりなんかいろいろしますけどね、こうやって薄く切っちゃって、やっぱまた線に切ってやると、なんだっけ、線のなんだかに、線のなんだかになってねえ入りましたね、あの歌もね。千と千尋になって、俺ジブリ嫌いなんだよね。なんかあの偉そうな感じがどうも好きじゃないね。うまそうじゃの。はい、ポテトサラダが出来上がりました。うん、うまい。ちょっとミシンも見てやってなかったから
ちょっとすねられると困るからね。もう味はね、十分入ってますよ。これね。何よりも下茹でが終わってますでしょ。それから、鶏も下茹で終わらせてるから、両方がこう、味がすぐ出てきますよね。うん、美味しい。大きいあなただな、これな。こんな感じで。もう味は決めちゃっていいですね。このまま半分ぐらいまででやっちゃおうか。そうすると、ちょうどいいかもね。煮しめがあるとさ、もうなんか一個、もう一品上がってるからね。ちょっと醤油強かったかな。でも中にあるものみんな醤油を吸いそうな感じするから。はぁ、しょっぱくせぇ。しょっぱくせえ、しょっぱくせえ、しょっぱ。まあいいや、はい。じゃあ片付けておしまいということになりますね。弱火でポテトと煮てる間に後片付けが大体終わります。この後片付けがめんどくさいんだよね。めんどくせえ、めんどくせえ。何が何でもめんどくせえ。はあ。人生も恋も人生も後片付けがめんどくさい。もう全部なくなりましたよね、いろんなもんで。レンコンでしょ、レンコンあと半分はね。しょうがないね。とろろいも、とろろいも使えばよかったな、なんかね。とろろってなんか吸って食う以外に使い道があんまりないっていうのがね、これが問題ですな。はい、じゃあ冷蔵庫の中見て。こうやってパッと見るとね、冷蔵庫の中におよそ何があるかってわかりますからね。それで、あれですね。あんなにあった。プチトマトがもうほぼないけどね。これをそこのままこう入れなきゃいけないけど、封切っちゃったよな。ね、この厚揚げ軍団は大抵厚揚げこうこうやって三角揚げみたいな厚揚げはひき肉とかバラ肉のね、油の多いのと一緒に焼くことが多いですね。で、ポテチサラダができてますね。まあ、そうじゃの。はい、じゃあそしたら、ここをちょっとカタカタと片付けますか。もうちょっと違うのにね、これは、水だね。じゃがいもがあれば、もうポテトサラダ、卵とじゃがいもでね、すぐできますからね。水で茹でるときに、なんていうの、下茹でを一緒にしたっていうのはね、今回のポイントですね。ポイントです。ポイントです。おー、ほんとだよ。大きなのさ、しっかり私を出してしまう。世の中はとてもふぅ辛いことばかりだから、ふぅ一緒に乗り越えたいね。あ、なんかいい、いい声になったね。あんまレーティングが上がらないでよかったですね。はいはい、そうですね。さまざまな意味があるからね、セックスにはね。何言ってんだお前、急にまたその話しちゃう。やめろよ。横でボロボロしている家族の姿が見えます。なんか霊感ぐらい昔ありましたよね。あ、面白かったね。池の向こうに並んでいる仲のいい3匹の猿が互いにバナナを取り合ってる姿が見えます。なんだそれ、おい。思い出すね、レトロって何、誰がやってたんだっけ、進行されらっしゃるだっけ、違うか、なんで新婚さんばっかりなんだろうね。あ、なんかそれのアンチテージの番組もあったっけ。新婚さんなんて言ったってさ、別にもうマイクロバイオームの呪いも溶けてる頃だからさ、
ね。もう本当はやっぱり俺こんなやつと一緒にマイクロバイオム共有したくねえよって思い始めてる頃だからさ、マイクロバイオムがね。だからそろそろこう、もうセックスしたくないってさ、そのイエスの枕ってのは象徴的だよね。あれイエスイエスだったりノーノーだったりするわけでしょ。そこが問題なんだからさ。あ、ちょっと醤油が吸いましたよね。ここ、こうなって色が変わりましたよね。醤油吸ってますね。すべて私たちは身体というコロニーにいる。マイクロ、ああ、もう美味しい。うん。味がこう、回ってますね。いろんな意味でね。あ、なんか払えてきたな。食っちゃおうか。はい、これでおしまいだね。そうすると、もうなんか食っちゃうから食っちゃうかな。腹いっぱいよ。だいたいどんなもん僕食うかというと、まずポテトサラダでしょ。これはマヨネーズが入ってるから美味しいよね。マヨネーズが入ってるから美味しいよね。マヨネーズ入ってなくたって美味しいんだよ。だマヨネーズが入ってるよねっていう、そういうそれ言いたいだけね。ポテトが一緒に入ってますからね。メンチカツがあるさ、これがあるから今日は OK なのね。半分食べちゃえ、メンチカツ半分食べちゃえ、ゴーゴーで、これね、もつレバーがある。朝からこんなの食ってんかよ、これで、八宝菜がちょっと残ってますね。昨日の八宝菜ですね。八宝菜こんなだね。今日はここにこうキャベツ乗せますか。キャベツはこうやって切ったやつがあるからね。なんかちょっと中心見なかったね。うん、これでもうなんかワンディッシュ見事ない。いや、そんな見事ないってことで、味噌汁にお煮しめだよね。お煮しめはどのぐらい食うかっていうと、この辺を取ってやってね。揚げ物もちょっと食べないと怒られるからな。で、鶏もたちょっと食べちゃいましょう。うん、もうちょっとこれ置いた方が美味しい草が出ますね。こんな感じでね、これ OK でしょ。んで、味噌汁だよね。味噌汁は本当になんていうの、お、はい、という感じで、今日の朝ごはんということになりますね。お腹空いたからもう食べちゃうことしました。じゃあ皆さんもおいしい朝ごはん食べて元気で過ごそうじゃございませんか。バイバイ。